大人なレース展開ですね。スムーズなライトで100番の岡部智仁がポジションを取って悔しくなるショートサンセリアを読んでいました。この後番手が変わっています。次の進行お願いします。はい、まもなくあと30秒です。次はですね、カテゴリー2とジュニアが同時です。スタート30秒前です。カテゴリー2とジュニアが同時にスタートしていきます。スタート20秒前。10秒前。さあ、今さあ、カテゴリー2と、そしてジュニア一気にスタート。風数は熱いぞ。うわあ、淡々とした表情で前取っていったのは6番ですね。スネルの田口がオーショット。田口インをきれいになぞっていきまして、あ、そのままサンドセクションからチャンピオンシステムこの試験へと入っていきました。試験も全く頭の位置がぶれない。淡々とこの試験クリアしていきまして、そしてようやくこの幕林君の上側のところで上昇していきます。まるで不満ですからね、そうは簡単に追いつかないと思うんですけども、おっと、そしてここで10番。
頑張れ、走るよ走るよ、それとしてそれとして、鳥さん頑張ー。塩見さん頑張ー、大木さん頑張
スイさん頑張ろう、おごうさん頑張ろう。3周を完了し4周目に入っていくそうです。残り2周の看板を CM1 のトップが通過しまして、今およそ1分経過です。1分経過でいきます。先頭との間隔は1分です。ちょっと空いた。そして今キューダレンが後方スタートにもかかわらず CM1 のトップ圏内に入るような位置でコントラインを通過していきまして、残り2周の看板をチェックしていきました。 CJ 住田レン11番です。ジュニアカテゴリー全日本のジュニア選手、ジュニアでもね、全日本選手のジュニアでも2位に入っております。そして、ケンジンジでお伝えしました。続きは、あると思います。そして、カネオリエンスと、大きいエイジ、いいでも下がってますよ。いけるか、いけよ、このまま。後方、先ほどのコントロールラインと20秒以上の差があった。力得ないですと、ちょっと表情、厳しい表情になってきましたけども、まだその大差はキープしています。
3人も応援しています。さあ、出ることは分かりません。杉田蓮、小島大地、橋本礼とというトップ3トップ3でコントロールに通過。今カテゴリー2の2番手ペン選手が入っていきました。ここタイムギャップは30秒に広がりました。大きい8、前半ジャスミンとのタイムギャップは30秒に広がりました。カテゴリー2、1番手に待ち争い、タイムギャップは30秒に広がっています。5番と12番のこの戦い、このまま方形で逃げ切ることができるのか。残り2周です。徐々に表情も厳しくなってきました。いやー、もう笑ってなんかいられない。いや、苦しさを通り過ぎて笑うしかないというような状況になっているでしょうか。大木さん頑張ろう。いや、でも余裕がありました。高木裕二が12番手、その後に和田和樹、そして上田春樹が通ります。和樹、そして越島の浅井選手12番手、塩見さん頑張ろう。戻っていきますと、もうこれ4球完了のラスト1周ということになります。あっという間に10分間になりそうです。ベンチ日和ではあると思います。スタンド、結構の超ロングスタンドエリア、水谷。ここもだいぶ大活躍しているとは言うものの、これだけスタンドで乗り続ける。このクラスはやはりこう運動者という感じになってきていますか。いや、今このカテゴリーは上位選手はやはりこのボールを使うんですね。コースと一つないところを行わないと、なかなかね、グループを通過してバイクで乗船して通過していく場合が多いようです。そしてが現在プレーしたんですけれども、こちらは回っていきます。リアルの選手たちの今回一番選手の皆さん、三沢選手です。残り横になるな、あっという間、これで前に出た。
崎です。もう安全ラスト1周。さあ、そしてカテゴリー2のトップ OK エッジがフライオーバーをクリアしていきます。 OK エッジ来ました、 OK エッジ来ました。十分このままこのペース、このペースは保っていて OK 大木さん頑張れー。 OK エッジ力いないねと4周間で5周目、2番手とのライの差は先ほどの時点で30秒ほどありました。これをキープしてそのまま逃げ切れるか。なかなか狙ってもできませんよ。ポジションを届いて、そして今その2番手の前半のジャスミンがシルワークスの吉澤選手とともに後方入ってきていましたね。30秒ですね、30秒、30秒。イエローのバイクに乗ってきました伊沢選手が、そして今ここでかわしていきました伊沢選手が仲間をかわして、また再びトラックに出てきました。ロングスタンドエリア、ここを越えていきます。もう間もなくクリアしていくところ、イルダイショーロングスタンドエリアをクリアしていきました。そこまではね、本人がちょっと入れ替わっていましたけれども、どういうことがあるか分かりません。伊沢がトップ、そしてその後ろには111番の中野雅彦、大体差としてはラッタと伊沢選手の方が速いという印象があります。まだまだ体力はあるんだ、お前には負けるか、昨年も優勝したんだ、連覇を勝ち取るんだという、そういう力強い走りが神戸から見てよくわかります。ピットエリアのところ、ピットエリアは伝わっとなります。大体の選手がバイクに、バイクから降りた状態になりますけれども、現在トップの伊沢和之選手のランプと、さあ息も上がってきました。もう引き上げながら、そう、その差は大体 10m といったところですね。でその 10m、 およそ 10m 先には、さあ、下セクションをクリアして、さあ、林の方に消えてきました。さあ、なんとか前のレースでも、この林のセクションのあたりでの戦いで、レースが入れ替わった、ね、展開を変わってきた、そんなものも最終盤で起こっていました。このカテゴリーナンバーワンでは、どうなるか。現在トップは昨年も優勝しました101番の伊沢和之、トリプル CX チームジャパン、そしてその 10m ぐらい後方に2番手で追っつけていましたビブナンバー113番の中野雅彦、風の吸いようを呼んで、さあこの争いはどうなのか、今見えてきました今のフライオーバーに間もなく入っていきます。現在トップ101番の伊沢和之、まだ後方にいます。113番の中野、さあ行きました。連覇に向けて今ゆっくりとガッツポーズをしながらコントローラーへチェックを打ちました。で横を刺すように13番中野が飛び込んでいましたけども、これはどうでしょうか、結構小さくなりましたけども、伊沢選手が逃げ切った模様ですね。伊沢、中野、そして佐々木が3番手、佐々木伊沢の獅子からエライネットが入りました。サイクロブ3ランプのハートリーが4番手、ゆっくりと後方っていうのはないですよ。ドニックシフスチームジャパンの伊沢和義、見事その連覇達成いたしました。さあ、伊沢選手、そして今211番のソーです、こちらはカテゴリージュニアのトップということになります。積田蓮が入って、います。5周完了、ゆっくりと手を挙げたチームチェーンリーグの白いジャージ積田蓮が
まあ、これ本当に一本差スタートだったんですが、マスターの上位選手とともにのフィニッシュということになっています。これで上位勢が各カテゴリー入っています。3つのカテゴリーが混走してレースを行っていました。次トップ入ってくるのがカテゴリー2です。勝てばカテワン昇格ということになります。まもなくです。さあ島のフライオーバーかな。ここに来てのこのスピード、一つでも順位を前にというね、その気持ち出ています。熱い熱い。何もない方はぜひ両手当てて大きな拍手で全選手を迎え続けてください。さあチェッカーが振られます、チェッカーが振られます。さあ何か仮説トラブルあったのか、どうだフィニッシュエリア見えてきました。これで仮説優勝、仮説優勝、ガッツポーズをしながらやりました、やりました。同級生見事仮説優勝、おめでとう。30秒以上、30秒以上のトップが出ました。後方から皆さんでね、ちょっと気をつけてくださいよ。エイジさん、いや同級生佐々木さんの応援立派ですよ。 SMP 佐々木さん、いや OK エイジ。